アドマイアグルーヴは、日本の競争馬、繁殖品馬カチクラは2003.2004年のエリザベス、女王杯。母エアグルーヴは、優秀品馬、天皇賞を優勝し、その母のダイナカールも、優秀品馬を勝っており、母子三代での G1 制覇となった。判定にホゲッタブル、ルーラーシップ、半妹に、グルベイグがいる。主戦機種は、 母のエアグルーヴの主戦機種でもあった竹豊で全21戦中1 9戦に起乗した。2000年夏のセレクトセールでエアグルーヴの2戦として上場される。お題の7000万円からたちまち高騰し、最終的には2億3000万円で近藤リーチに落札された。これは当時のセレクトセール史上最高価格であると同時に、 品馬の最高価格であり、当時の日本のセリシ上でも4番目の高額であった。近藤はこの馬の名前を一般公募し、その中で最も多かったのがカンムリ名と母の名前を合わせた、このアドマヤグルーブである。セレクトセールでは母エアグルーブの馬種、吉原舞文もこの馬を購入の筆頭候補に挙げ、さらに購入が叶ったら、エアグルーブと同じく、 伊藤雄次長教師に預けることまで決めていたが、あまりに価格が高騰したので購入断念を余儀なくされたという。伊藤は、後年、実著の中で自分がこの馬を管理していたら、ここを、こう直したのにと思うことがあるという趣旨の発言をしている。2002年、11月のデビュー戦は、単勝1.2倍という圧倒的な一番人気で、初勝利を挙げた。しかし、 阪神ジュベナイルフィリーズに出走登録をしたものの抽選に漏れ除外されてしまう。しかしその翌週のエリカ賞を勝利した。年が明けて2003年、気象面の問題などから距離が短い、大歌賞トライアル競争のチューリップ賞、フィリーズレビューに出走せず、サツキ賞トライアルの若葉ステークスに出走。この時点では2勝馬に過ぎず、このレースに着以下では、賞金が足りず、 大賀賞に出走できない可能性が濃厚だったが、ボバ相手に勝利。一番人気で大賀賞に挑んだがスタートで出遅れ、外側から懸命に追い込むもスティルインラブの3着と、赤敗。続く、優勝頻馬でも、単勝支持率1.7倍の圧倒的一番人気に支持されるが、激しい入れ込みが響きスティルインラブの7着と惨敗。秋は、ローズステークスから指導し、 ここでも、スティルインラブと顔合わせとなり一番人気を譲ったものの、ここでは出遅れることなく勝利している。週刊賞では、スティルインラブを抑えて一番人気に、支持されるが、レースでは、またしてもスティルインラブを捉え切ることができずに日着と、赤敗。結局、貧馬三冠競争では、すべて一番人気の支持を集めたが、そのすべてでスティルインラブに敗れている。 週刊賞後は、エリザベス上杯に出走。このレースでは、ローズステークス以来となるスティル・イン・ラブに一番人気を、明け渡して二番人気での出走となったが、最後の直線で、スティル・イン・ラブとの叩き合いを、花さで制し、GI 初勝利を挙げた。2004年は、ボバ相手の競馬になり、大阪杯、金シャ地賞は、それぞれ7着、5着と、ジグハグなレースが続き、 春の目標であった宝塚記念を回避。続く、マーメイドステークスでは、品場相手でもあり、ここは感読を見せて圧勝した。秋シーズン初戦の京都大賞展は、成田センチュリーの4着から、自走は急遽出走することになった、天皇賞となった。ここでは、ゼンノ・ロブロイ、ダンスインザムードに次ぐ3着。そして連覇を狙った、エリザベス女王杯で優勝し、 安城の竹豊も同レース4連覇を果たした。また、小馬に解放されてからのエリザベス女王杯連覇は、メジロドーベル以来2等目である。同年 JRA 賞最優秀4歳以上品馬を受賞。2005年も、ボバ相手のレースに出走を続け、大阪杯、天皇賞、金ャチ賞と敗れ、宝塚記念では、年下の頻馬、スイープ投賞に敗れてしまう。 さらに、天皇賞を同世代牝馬のヘブンリーロマンスの17着と、大敗し、同一 GI3 連覇を狙った、エリザベス上杯では、スイープ投賞からサンバ審査の3着と敗れ、牝馬相手にも敗れるレースが続いた。そして迎えた引退レースの阪神牝馬ステークスでは、一番人気を、その年の大花賞、NHK マイルカップは、ラインクラフトに譲る。 大賀賞以来のマイル戦であったが優勝し、優秀の美を飾った。また当日は、レース終了後に、ウィナーズサークルで引退式が行われた。近藤オーナーは同馬が優秀の美を飾った同レースを、アドマイアベーガが勝ったダービーより嬉しいと語った。競争成績2006年より、ノーザンファームで繁殖品馬となっていたが、2012年10月15日に、 胸部出血のため休止したことが翌10月16日に発表された。死後に最後の3区であるドゥラメンテが2015年のサツキ賞を制し、日本競馬史上初となる母子による4世代連続 G1 勝利を達成した。母子供に騎乗した竹豊は乗り味はよく似ていたという母と対照的に大馬相手のレースだとなぜか萎縮してしまい。 能力が出しきれないところがあると語った。また、2004年当時の現役場の中では屈指の瞬発力を持つと評価している。2003年のクラシックを争ったスティル・イン・ラブには、同年2勝3敗と負け越したが、小馬になってからは2004年の金車地賞、エリザベス女王杯、2005年の金車地賞、宝塚記念とすべて先着している。ただし、混合戦での喫茶は、ほとんどない。 ありがとうございます。